が、献血についての皆さんに知ってもらおうというイベントなのですが、なぜ私たちがそのイベントに呼んでいただけたのかというと、先ほどご紹介いただきました通り、私たちテックプリは宮城県赤十字献血ルームティーンズ献血アンバサダーというものに任命していただきました。なのでこれからは自転車の安全利用のお声掛けとともに、献血の皆さんのご協力も一緒にお声掛けできたらなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして最後にですね、12月9日に仙台のイービンズさんにて私たちイベントをやらせていただくことになりましたので、皆さん遊びに来てください。そして私たちも今年クリスマスライブがありますと、はい、12月の16日なので、皆さんぜひ開けておいてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは次の曲聴きたいと思います。それでは聴いてください。ムーンライトフラッシュ。Bye.
の曲で最後の曲になります。はい、次の曲は本当に盛り上がる曲なので、皆さん寒いとは思いますが一緒に手を挙げてください。よろしくお願いします。お願いします。それでは早速歌いますか、ね、はい、はい、じゃあそれでは聴いてください。 Do it。デジタルアーツ専門学校さんで5時過ぎかなくらいからライブがありますので、皆さんもし、ね、都合が合う方は来てください。ありがとうございます。お待ちしてます。はい、本当に今日は寒い中お越しいただいてありがとうございました。